きょう、鳥取市の鳥取砂丘に現れたのは、米子市出身の格闘家、たけるさんです。キックボクサーとして活躍し、K-1 では史上初の3階級世界王者に輝きました。たけるさんは、地域情報サイト、トットリズムが企画した鳥取の魅力を発信するキャンペーンに参加。鳥取砂丘では立ち乗りの電動二輪車セグウェイに乗り、柔らかな砂の感触と雄大な景色を楽しみました。砂丘でセグウェイは初めてなんで、新しい新鮮な感覚でした。はい、でも景色すごい綺麗で最高です。そして焼肉店では鳥取和牛を PR です。お肉、赤身もすごい柔らかくて甘みがあってすごい美味しかったですね。東京でもいろいろ焼肉屋さん行きますけど、鳥取の和牛一番美味しいですね。鳥取県で生まれ育ち、2014年から鳥取ふるさと大使を務めているたけるさん。 SNS のフォロワー数はおよそ76万人で、地元のみならず全国への影響力を持っています。鳥取の魅力っていうのを発信していけたらいいなと思うんで、はい、またこういう機会があればまた遊びに行きたいと思います。活躍の場を広げるたけるさんですが、去年6月の試合後、怪我の治療などのため無期限休養に入っています。今後については、もうすぐ復帰戦ができるかなっていう感じなんで、はい、怪我もだいぶ良くなってきて、はい、もうすぐ発表できるかなと思うんで、はい、次は日本だけじゃなくて世界で試合ができるように頑張ろうと思います。今回撮影した鳥取の魅力は後日たけるさんの SNS で紹介されます。